おお。え、すごい。これすごいな。これいいですね。みるみるランド。はい、こちらセドナ見ていきたいと思います。マットブラック、つや消しになってます。つや消しになっててかっこいいです。なんかね、あのアウトドアっぽい、オフロード車っぽい感じで、なんかつや消しで黒と白だから、なんか私のイメージはパンダちゃんなんですけど。あ、そう、パンダちゃん。いや、もっとワイルドっぽさを多分イメージしてると思うんだけど。すいません。で、ウッド調のね、中はね、ウッド調の室内なんですよ。うん、板貼ってあります。板貼ってある。板だと思います、これは。床材とかじゃなくて、クッションフロアじゃなくて、じゃなくて板。あ、本当だ。です、これは。本当木ですね。で、ここの縁とかも全部黒だから、あの外のこのマット感の統一感ね、すごいあります。ここから板貼ってます。本当だ、多分ね、板張りしてある、うん、7ミリか9ミリぐらいの板貼ってます。セドナと書いてあります。ここの中にじゃあもうすごすごいライフルだからお家ってことですか。インスタとかで神戸を中心に今流行ってるバンライフっていう、はいはい、コンセプトで、あの天然のムクの木、天井とかは、はい、木ですよね、ちゃんと木張ってありますよね、はい、床は床で、あ、こうなってるんだ。え、これどこまで張ってあるんですか。こちらの前まで全部。あ、全部張ってあるんですか、はい、この高さで、はい、じゃあもう天井も壁も床も全部板張りしてある感じですか。そうですね、はい、断熱材とかも入ってる感じですか。天井と横も全部断熱材入ってます。これあのスライドアウトテーブルって言いまして、はい、それが出てくるんですね。出てきますね。あ、しかもこの取っ手がとってもかっこいい。まあ、ダジャレですか今。はい、突っ込んでください。恥ずかしかったんで。取っ手もあの家具も全部鉄の。そうですね。はい、すごいかっこいいですね。これ特注なんですか。そうですね、これで作ってます。あの自社で作ってます。あ、自社、はい、これもそうですよね。そうですね、これもあの木ですよね、はい、これは化粧ボードなんですけど。あ、へえ、すごい。結構収納力もありますね。これ奥まで、はい、この下にも荷物入れられますし、この家具の中にも荷物は入ってます。前は前で下駄箱になってますね。はい、下駄箱も見ていきたいと思います。こういうお店だんだん増えてるんじゃないかと思うんですけど。本当だ、ここがですね、下駄箱に。下にね。なるほど。あと電源ってどこにあるんですか。あそこ光ってるところ。そうですね、あそこに100ボルトと12ボルトの電気が使えるようになったけど。今まさにサブバッテリー積んでる感じです。そうですね、この床の下にサブバッテリーが入ってます。まずシートなんですけど、冷蔵庫とかはなし。そうですね、冷蔵庫とかはついてない。ついてない、はい、じゃあほんとシンプルに使えて、電気はバッテリー OK って感じ。そうですね、ちなみにシンクとかも取り付けてないってことですか。そうですね、こっちの車はつけてない。おー、これちなみにお値段とか、はい、乗車人数とかっていうのはどこに。人数は、乗車店員は6人乗り、6人乗り、はい、前3人とこのシートで3人で、このシートはあの前向きにもなりますので、はい、前向きで、前向きで、はい、でどうしても駄目ならば、まあ、知り合いの知り合いみたいな。でこれでお値段はおいくらですか。値段はですね、ちょっとまだ予定価格なんですけど、はい、まあ、398万から、はい、あ、そこにオプションもろもろがついていくと、ね、オプションだったり消費税とかがついてくるという形です。まだこれできたばっかりで、まだちゃんと値段もできないんです。あ、そうなんですね、はい、それぐらいの値段から。ハイエースのナローボディ、標準ボディですか。そうですね、標準ボディです。へー、どうですか、そういう前例がないのは。へー、結構広く見えますよね。広いですね。なるべく無駄なスペースとかは取らないようにして、はい、キャビネットとかも最小サイズで作ってあります。そうですね、しかもおしゃれですよね。おしゃれ、うん、
やっぱりアメリカを意識されてるんですか？そうですね、シリーズ名がセドナっていう名前なんですけど、はい、アリゾナ州のセドナの地域を、あ、そこから取ったんですね、まあ、はい、ちょっと旅行するとか旅するような、そういうコンセプトに入りたかったんです。それで少しちょっとアウトドア、そうですよね、アウトドアっぽい感じですよね。みるみるランド、こちらレイクサイドっていうモデルになりまして、はい、まあ、湖のほとりでカップルだったり夫婦とかで使うようなコンセプトです。特徴としては天井の木ですね、はい、あ、こっちも、こっちも、はい、地面ネットが貼ってあるような、はい、で今回なるべくちょっと下を高くして、結構荷物がしっかり入る感じですね。そうですね、荷物しっかり入るように、あとクーラーボックスですとか高さのあるものも難なく入れられるように、はい、こっちも雰囲気いいですね。で例えばもっと大きいものを積むときとか、このマットを外して外して全てこの左の箱の中に収納できるような収納できるんですか、はい、それいい。そしたらここにバイクとか自転車とかも積めます、ね、そうですね、すみません。この右のキャビネットも空いてるところは全て収納にして、無駄なスペースは一切ないように。これ、ここ板が貼ってあるの？これクッションフロアで、はい、これはクッションフロア、はい、で水にも強いんで、汚れたら水拭きして、あ、それは、はい、もう先ほどの車と同じようにここにもこういうフックつけて、物を引っ掛けたりですとか、自由に、なるべく自由に使ってもらえるようになります。これはなんか乗ってて楽しくなりますね、気分が上がりますね。で面白いのはこの上の窓なんですけど、覗き穴のような形になってまして、うん、外から見ると、うん、おお、あ、こんな感じになってる。キャンプ場とかで使うと中から光が漏れてくるような感じがして、結構かっこいい。おしゃれ。右の窓は右の窓で全て外して、ガラスを外して FRP で埋めてありますので、全部埋めてあるんですね。中には断熱が入れてあるんで、断熱性も高くなってます。いいね、タイヤもオフロード仕様なんですね。電気系のものはここに、はい、全部入ってるんですね、はい、あ、これ横もスライドして出てくるんだ、ここ、ま、このスライドすごい。下に物が入るなんて、え、これどうやって出てくるんですか？あ、そうやって収納するんだ。引っ張っていただいたら、ね、そこの空いてるところ、穴が空いてるところで、おお、すごい、これすごいな、これいいですね。ここはですね、テーブルは、あ、足がついてるんで外でも使えます。おお、めっちゃおしゃれ。おお、なるほど。こことこちらで座って。本当ですね。そこがリビングになる。家でリビングになりますね。で、そこがシンクになってて、冷蔵庫もついてるタイプ。水タンク、はい、ここはちっちゃい物を入れたりとか、はい、小物入れになってますね、はい、あ、本当だ、小物入れになってますね。すごい。ここは靴入れっていうか、はい、靴箱。へえ、あ、すごいですね。
木の香りもちゃんとするし、うん、窓は基本的にここ。そうですね、あの運転してて気になるところ、そこだと巻き込み確認のために窓があった方がいいですし、はい、後ろは後続車確認するために窓があった方がいいと思うんで、ああいうスリットを入れて後ろが見えるようにしてる。なるほど、ありがとうございます。すごい参考になります。購入は